ラリマー軍は、アメリカ合衆国コロラド州の北部に位置する軍である。ワイオミング州との宗教に沿ったコロラド東部平原の、外れ、フロント山脈の北端に位置している。2010年国勢調査で、の人口は299,630人であり、2000年の251,494人から19.1%増加した。 コロラド州で6番目に人口が多く、9番目に面積が広い軍である。軍庁所在地はフォートコリンズ市であり、同軍で人口最大の町でもある。軍の全体がフォートコリンズラブランド大都市圏を構成している。軍名はデンバーの設立者だが、軍内には一度も足を運んだことがないと考えられているウィリアム・ラリマー・ジュニアにちなんで名付けられた。 ラリマー軍は1861年11月1日にコロラド順州によって創設された最初の17軍の一つである。しかしその西側の軍境については論争があった。つまりその境界はメディッシンボウ山脈で終わるか、あるいはさらに30マイル西の大陸分水海で終わるかだった。1886年コロラド州最高裁判所は、 大陸分水海だという判決を下したが、それとメディシンボー山脈の間の土地は1909年にジャクソン軍として分離された。金、銀など工業で設立されたコロラド州の立地域とは異なり、ラリマー軍の開拓地はほとんどすべてが農業に基盤を置いており、コロラドゴールドラッシュの初期にはこの地域で農業が成り立つと考えるものは少なかった。 高山ブームは、ラリマー軍とはほとんど関係なく過ぎ去った。1860年代には地域に考えが施され、そこから開拓地が広がるようになった。フォートコリンズ近くを通る,る堂、ニグルマ道、1850年6月7日に、制作されたスケッチ19世紀前半に、ヨーロッパ人がこの地域に到着した時、ユート族インディアンが山岳地域を、 シャイアン族とアラパホ族が丘陵部の麓に沿った大地を占有していた。この地域が1803年のルイジアナバイ州でアメリカ合衆国の領土となり、ミズーリ順州の一部として編入されてから間もなく、フランス人の毛皮穴漁師たちが19世紀の初期に入ってきた。1828年、ウィリアム・エイチ・アシュレイが現在のユタ州にある。 グリーン川に向かう途中でキャッシュラ・プーダー川を登った。この川自体はフランス語で火薬を隠すという意味があり、1830年代半ばにフランス語を話す罠漁師が現在のラポートあるいはベルビューに近い川の包みに火薬を隠したという曖昧な出来事に橋を発してその名前が付けられていた。1848年、チェロキー族の一団が カリフォルニア州に向かう途中で、プーダー川の北支流に沿って、軍内を過ぎ、ララミープレーンズに行ったが、その道が、チェロキートレールと呼ばれるようになった。この地域が、ネブラスカ順州の一部だった1858年、ララミートリデ条約で、シャイアン族とアラパホ族との交渉がまとまり、公式に、白人開拓者に解放された。最初のアメリカ人開拓者は、同年に、 ララミートリデから到着したアントワヌ・ジャニスが率いる一杯だった。1844年にベルビュー近くの地域を訪れたことがあり、地球上で最も美しい場所だと言っていたジャニスは戻ってきた時に公式に土地の所有権を登録し、現在のコロラド州では初の開拓地をラポートの西コロナと呼んだ地に設立した。これとほぼ同じ時期にマリアナ・メディナが 現在のラブランドの西、ビッグトンプソン川沿いに、ナマクアと呼ぶ開拓地を設立した。1860年代には、プーダー川に最初の灌漑用運河が惹かれた。1862年、ジャニースが設立していた開拓地が陸路駅馬車路の停車地となった。この駅馬車路は、北のワイオミングの中の経路ではインディアンからの攻撃の恐れがあったので、新たに設けられた。 1861年、コロラド巡州が組織化され、ラポートが最初の軍庁所在地に指定された。1862年、アメリカ陸軍が、ラポートの近くに前進基地を設け、キャンプコリンズと名付けられた。1864年6月に起きた大洪水によって、この基地が流され、アメリカ陸軍はより良い場所を探した。 1860年にプーダー川沿いに入植していたジョセフ・メイソンの勧めで陸路駅馬車路に沿ったメイソンの土地の下流側に基地を移した。この新しい基地の場所がフォートコリンズ市の町の核となり陸軍が去った後の1873年に町は法人化された。この時までにメイソンたちがコロラド準州議会を説得してフォートコリンズを 軍庁所在地に指定させていた。1870年、準守議会は、フォートコリンズを、修立農業カレッジの建設地に指定したが、それはしばらく紙の上だけのことだったので、地元住民が、最初の学者を建てる費用を集めた。1873年、ロバート・エイ・キャメロンとグリーンリーコロニーのメンバーが、フォートコリンズ農業コロニーを設立し、それが、 町の都市計画を拡張し、人口を増やすことになった。軍書記住民の主要目標の一つは鉄道を誘致することだった。1870年にデンバーパシフィック鉄道が、軍内を通らず、東のウェールド郡、グリーリーを通った時に、軍民は落胆した。しかし1877年に、コロラド中央鉄道が、ゴールデンから北に、ロングモントを経由して、 ワイオミングイア案まで延伸され、軍内を鉄道が通った。フォートコリンズの調整委員会はこの鉄道線のために街の中心を通る通行権を設定し、それが今日まで続く問題の発端になった。新しい鉄道線に沿ってラブランドやバーソードのような新しい計画都市が立ち上がった。ラブランドはコロラド中央鉄道の社長、バーソードは その測量庁の名前にちなんで名付けられた。同様に1903年設立のウェリントンの町は、鉄道従業員の名前から取られた。3年後に、グリーリーソルトレイクパシフィック鉄道が、ユニオンパシフィック鉄道の子会社として開通した。これは、キャメロン峠を越える新しい大陸横断鉄道を建設する意図があった。この鉄道は、 その後山越えの線を伸ばすことはなかったが、スタウトの石切り場とが接続され、軍内に新しい産業が起こった。プーダーキャニオンにある今は、ゴーストタウンとなっているマンハッタンを中心に、金の炭鉱も短期間だが行われた。川からの灌漑水に大きく頼っていた、初期農業は、天才栽培の導入で1902年に第2次のブームが起き、ラブランドには、 グレートウェスタン砂糖会社の大型加工工場が建設された。その後の10年間、砂糖産業で働くために、ロシア帝国から大量のドイツ系移民が入った。フォートコリンズ市のプーダー川北東部はこれら新しい家族を受け入れる住宅地になった。1930年代、世界恐慌に続くコロラドビッグトンプソンプロジェクトによる建設工事で、 農業生産性が飛躍的に高まり、フォートコリンズ周辺で、採算の農業ブームが起こった。このプロジェクトでは、大陸分水海西側斜面の水を集めて、東側のフロント山脈にある、ボルダー群、ラリマー群を呼び、ウェルド群に送り、また広大な貯水と分配のシステムを建設した。これで、栽培可能な季節を延長でき、工作可能な土地が大きく広がった。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2633.86平方マイルであり、このうち陸地は2601.30平方マイル、水域は32.56平方マイルで、水域率は1.24%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ポートコリンズ市歴史地区、ラブランドの4番街ロッキーマウンテン国立公園、グレーロックサントレール秋のプーダーアーキャニオン。ありがとうございます。